16世紀ヨーロッパで制作された地図におけるアギシムバ地方。ステファノ・ボンシにより、1589年、油ベッキオ宮殿所蔵。アギシムバは、紀元2世紀中央、クラウディオス・プトレマイオスの地理学において、アフリカのサブサハラにあると研究された土地。プトレマイオスが提示した地理座標に基づく地図を参照すると、ヌビアを除くスーダンのほぼ全域が、 アギシムバとされ、人の住む世界、エクメンレの南西端に位置する広大な領域である。プトレマイオスによると、アギシムバは、フェザーンから南方へ4ヶ月かけて行ったところにあり、サバンナの大型動物が生息し、大きな山がたくさんあるという。プトレマイオスは、紀元107年から115年の間に書かれたテュロスのマリノスの地理書を参考にしている。マリノスには、 レプティスマグナの商人、ユリウス・マテルヌスの旅の記録が記載されており、それによると、紀元83年から92年の間に、ガラマンテス族の王がアギシュムバに侵軍したという。ガラマンテス王の軍事行動の目的は、アギシュムバの反抗的な俗領に脅しを示し、信仰関係を再構築しようとしたものと考えられる。後の歴史家は、アギシュムバの位置を、 ティベスティ山地やアイル山地、チャドコ近辺などに否定しようと試みたが、うまくいっていない。アラブとの交易以前にも、トリポリ、フェザーン、カワール渓谷、チャドコをつなぐサハラ交易が盛んであったことが分かっており、フトレマイオスの記述にも明らかであるため、この地をチャドコ東南域に否定する説が一定の説得力を持つ。しかしながら、チャドコ近辺には高い山がなく、 プトレマイオスの名もない大きな山がたくさんあるという記述には当てはまらない。なお、さらに古い時代の歴史家によると、アギシムバがフェニキア人の影響を受けて中央スーダンに成立した国であることが示唆され、チャドコ東南季説をとる場合、アラビア語で書かれた地理書でカネム王国として言及される国の前身であると、みなし得るかもしれない。ありがとうございます。